あゆめです。こんにちは。どうも。はい、今日はね、ディズニー全く関係ないスーパー雑談動画になります。ディズニー要素1ミリもありませんので、はい、なので、興味ない方は、動画閉じて、さっさと次の動画行ってください。はい、完全雑談です。僕ですね、今ね、ダイエットと筋トレしてて、すごい体をギュッと絞ってるんですけども、まあ、それに対してですね、なんか、ネガなコメントをする人がたまにいて、まあそういうこと言うもんじゃないよっていうね、まあそういうことをちょっと言いたいと思います。僕はですね、去年の8月から9月ぐらいにダイエットを始めて、その時ね、体重79キロあったんですけども、約10ヶ月かけて今体重65キロで、体脂肪率も当時 24% だったのが今 12% になりました。で、10キロ脂肪だけで削ってますね。すごい 大成功しました。でね、なんでこんな動画を撮ろうかと思ったかというと、先日ですね、カーリングのね、藤沢さつき選手がですね、ボディービルの大会に出場するために、すごいムキムキになんかね、ボディメイクして、それニュースになりましたよね。で、皆さんも相当驚いたと思います。まあ僕も驚きました。やっぱりカーリングのね、藤沢選手ってなんか、ふくよかなね、色白のね、ああいうぽっちゃりとしたね、おっとりしたイメージがね、あったと思うので、で僕もすごいムキムキのボディと顔を見て、もう大変びっくりしました。なんですけど、僕もですね、さっき言った通り、79キロから65に絞って、体脂肪率も12に絞ったので、めちゃくちゃ親近感を覚えましたね。僕もね、筋トレと食事の制限してるので、藤沢選手がですね、2ヶ月で絞ったらしいですね。2ヶ月で、ね、あそこまでやったっていうのは、どんな苦労があったのかっていうのはもうこれ想像つきますので、めちゃくちゃ頑張ったんだなっていうふうにすごく思いました。すごいと思いました。で、やっぱね、そのヤフーニュースのコメントとかね、あと SNS を見てると、やっぱりなーっていうのがあって、で、すげーな、偉い、さすがアスリート、ストイックってね、褒めてる意見よりもこれね、なんかネガなコメントの方が多いんですよね。案の定なんですけど、前の方が良かった、健康的じゃない、痛々しいとかですね、まあ、そういう意見も多くて、めちゃめちゃこれもね、悲しい気持ちになりましたね。で、これね、僕に対しても同じで、前にですね、4月か5月にデート成功したっていう、そういう報告動画を上げた時にですね、コメントで、前の方が良かったとかね、健康的じゃないとかね、病気のおばあちゃんみたいとかね、一気に老けたっていうね、まあそういうコメントもあったんですよね。前の方が良かったってなんやねんと思ってね。なので、これ藤沢選手に対してのコメントも、僕のダイエット報告動画に対してのコメントも、まあこれ同じなんですよね。で、藤沢選手はですね、やっぱりカーリングのね、選手で、やっぱね、オリンピックでね、冬に活躍するから、多分夏場はですね、結構筋トレとかね、そういうトレーニングがおそらくメインになると思うんですよね。そうすると夏場ってどうしてもモチベーションが下がるので、なんか精神的にね、モチベーション保つために何かに、まあ打ち込みたかったと思うんですよね。彼女が筋トレとね、ボディービルに出場したいと思った原因なんですけどね、うん、それそうじゃないのかな、なんかに打ち込みたかったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、筋トレが趣味とのことなので、これも最近知ったんですけど、だから今回7月になんかボディービルの大会があるって聞きつけて、だったらと思って、で、記念出場を多分しようと思って、それでこの2ヶ月間全力でそれに取り組んだんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。って考えると、あそこまで体絞るって、これね、よっぽどやりたいことじゃないと、やっぱりあんなのはできないと思うんですよね。ほんときついんで、食事制限って。だから、よっぽど彼女がやりたいことじゃないと、やっぱとてもあそこまでできないと思うし、モチベーションの意識が本当にすごいんですよね。
だからよっぽど彼女がやりたかったことなんだなって思ったら、彼女の気持ちを考えたら、そこで前のが良かったとか思ったとしてもそんなこと言えないですよね。その本人が好きでやってることにそんなことやっぱり言えないじゃないですか。で、100歩譲ってね、僕の感想ですっていうことで、自分の日記とか自分のブログとか自分のツイッターとかね、まあ2チャンネル5チャンネルとか掲示板とかヤフコメに書くのはまあその人の感想なんで自由ですけど、そうじゃなくって僕のダイエット動画の僕の報告に僕へのレス、僕へのリプで前のが良かったって言ってね、健康的じゃない、病気のおばあちゃんみたい、一気に老けたっていうね、そういうコメントをする人ってのはこれ何なんですかね。この藤澤選手と一緒で、僕だってやりたくてやってるわけですよ。それで食事制限したり筋トレしたりやって、僕がやってやったって達成感を得たくって、それで全力で打ち込んでて、僕が好きでやってることなのに前のが良かったって言ってね、こういうコメントする人は何なんですかね。でもうこれね、はっきり言わせてもらいますけど、これね、お前の好みなんかどうだっていいんだよ。こっちは僕がね好きでやってることになんでそんなこと言うのって思いますね。筋トレとかダイエットの動機とか目的とかモチベーションとか人それぞれで、で個人の感想は別にいいんだけど、それをわざわざ僕へのリプとか僕への感想でわざわざそんなことね書き残す必要なくないですか。まあ自分の意見書くのは自由ですよ別に。それリプで言うってね、どういう神経してんだろうと思いますよね。僕の好みはこうですって、うん、お前の好みなんかどうでもいいんだよこっちはよ。だから人がねやりたいことを見つけて全力で打ち込んでる姿を見てね、それに感想を述べる際はよく考えてほしいですね。だから髪の毛切った女の子とかにもね、切りたかったんだって言って、あ、本人切りたかったんだと思ってそれで切ったんだったら、たとえ似合ってなくてもやっぱりね似合ってるねってやっぱり言った方がいいんですよ。本人がやりたいと思ったことなんだから、それに対して反対のことを言うのはやっぱり、うん、人付き合いとして良くないですね。あとついでにですね、ちょっともう一個言うんですけども、よくね女の子なんかがさ、あのダイエットしたい、細くなりたいって、なんか夏までに何キロ痩せたいとか足細くしたいとかって言うじゃないですか。そういう風につぶやいたり発言したり女の子絶対しますよね。でそうするとそこにですね、必ずですね、いやいやなんとかちゃんは今のままがいいよ、十分だよ、十分細いよ、ダイエットなんかしなくていいよとかっていう人いるんですけども、それも大きなお世話ですね。本人がやりたいって言ってるんだったら、それに対していやなんとかちゃん今のままがいいよって、その本人の気持ちを否定するのは僕は間違ってると思ってますね。だからもし僕はね、あの好きな女の子がそうやってダイエットしたいとか細くなりたいってもし言ったとしたら、うん、僕はですね仮に心の中でいや今のままでいいんだけどなとか、十分細いのにとか、そこまでダイエットしなくてもって仮に僕思ったとしても絶対言わないですね。そっか頑張れよっていうふうに僕はエールを送ったりアドバイスを送るようにしてます。でこれはですね、もし私太ってると思う、どう思うとか、ダイエットした方がいいと思うとか相談されたり、なんかヒアリングされたり質問されたりアンケートとか聞かれたらね、そしたら僕は正直に今答えますよ。でも本人の希望願望でダイエットしたい、細くなりたい、痩せたいっていうふうに本人がそうやってねつぶやいたり発言したりしてるんだったら、それに対していやいやなんとかちゃんは今のまで十分だよ、ダイエットなんて無理にしなくていいよとかですね、まあそういうことを言うのはやめた方がいいですね。むしろ頑張れっていう風にエールを送ってあげた方が細野本人も嬉しいと思います。はい、以上です。カーリングの藤澤選手がムキムキボディメイクになったことに関して、これ僕も同じような心当たりがあるので、はい、それでちょっと思ったことなんかを動画にしてみました。はい、以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。